授業参観の時わからない問題でも挙手をしていたのですが、母に見える角度で先生には見えにくい絶妙な角度で当たらないようにしていました。そんな私の密かな安らぎといえば、酸味のあるコーヒーをいただくことです。皆さん、良い一日をお過ごしください。